縄返還協定の調印式が開始されます。1971年、熾烈な外交交渉を経て沖縄返還協定の調印式が行われることになりました。沖縄返還協定は日米両国間の信頼と友好関係を緊密にして強固なものとするものであります。式典の会場には楠田と千葉課長の姿もありました。戦争で失った領土を交渉で取り戻した戦後最大の外交的成果。一方で安全保障の在り方についてはさまざまなことが決まりました。